いきましょう。準決勝第2戦、ツール VS クマ。しかし2回目のベスト4の相手は白麺ズル。オープニング EC6 連使いながら、そして足投げ、まずはボーナスからバースト使う。ズールせいで早めのバースト、つなげ抜ける、中間距離、ハットメーカーとしてはゆっくりいても何の問題もない。ゲージが溜まるだけ、失礼、投げ、どうだ、足投げ、日本語4300、逃れるが逃れた。ここでジャンプに、しかし 6B 全 6B 集団策、もちろんゲージを吐きます。やって折れたところ、バーストお互い使った状況、どうする、 6A にリードゲーだったか、ボーナス確定、バレットライン通る、2A6 C、これは受け身取れる、まだタイムある、追いかけるズレだが、まだ残るワンボン、ルールは簡単やで、簡単です、簡単6本ボン、まず1本選手ズレ、ここに来て、ここに来てついにズール先生、大会の場で6本ボン使用、今まで練習してきたやりがあったよ。第2ラウンド初手はクマ足、しかし次の集団はガード、2A2A5A カウンターなんて繋がれ、なんでそれここからで突っ込むが何も起きません。オッケー、ダッシュリレー即アウルで距離を使う、やはりこのコンボを見せないがでかい、これがノイルの火力4600、 DB 指導もちろん 6C、 ボーナス確定、バレットレイン、だがダッシュがない、ワンチャンあるか、クレーン、だがだがこれも難しいよ、どうする、怖いところあんだけ通って、ここは端まで状況重視、シゲミトラスで投げ抜ける、ここ消しバースト、そして最後は 2B を重ねていった、クマからクマ2本目取り返す、1-1第3ラウンド、 3C カウンター、おいしい、でかい状況重視、だがここは抑えません、一旦ラインを下げながらゲージを稼げ、だが6ペンカウンター、クリアしない、逃れる、 3C あるある、弾6点、弾6点あるよ、くれギリがさせてくれ、あるよ、怖いところ、お互い怖いところ、ホタルからガードしている、投げが通る、何もできない、何もできない、ある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 、俺も先見せたからあるある、 DB 漏らすが、うん、いろいろあって、いろいろあって、これない、さて最後はグランだけど立っているぞ、はい、第14回ランキングバトル3位決定戦、いだよいまといバーサスクマ、サーバーがノエル、基本的には超クソゲーで、サーバーが一生巡回モードしてたノエルは触れないというそれだけのゲームです。まあテイガーの次ぐらいにしんどいかな多分、しかし、しかし触った瞬間何か起こると信じたい、触れるか、触れるか、ここから70カウントの鬼ごっこ、おっとオプティクバレル逆転、逆転、これ大事、逆転よ、ダッシュゲージまた逆転、きついよ、きついよ、さて厳正の試合、手ずり一発が割と大きい、
今伺う、チャンスを伺う。ただ何かひどいって触れないからゲージが止まらない。ひどい。さあどうしよう。ちなみにタオカカの三段ジャンプに触れる技がノエルハイジャンプ、ハイジャンプ A ぐらいしかありません。かわいそうです。ゴッシュ。さてワンヒットした、ふさわしいんだよ。クマチャンスを伺う、チャンスを伺うがもうタイムが25。はい、ならゴッシュ逆転、逆転でかいよ。さてクマどうする。あーロケー、残念すぎる。青く投げ目なんか当たって、なんか当たって、当てれる技がない、当てれる技がない。なんて下向きな女の子どうやる。まず一本選手、田岡がいざよ今問い。第2ラウンド。いやまあね、それは修正必須でしょう、このダンシングエッジは。今まで気づかれなかったのがおかしい、逆に。第2ラウンド、さてまだ五分状態 6C、なるほど、そういう手もある、確かに。ダンシングエッジが一発刺さる、リードはいだよ、今どい。いいね、止まる。チャンスだ、これチャンスが来たところでゲージがないと、コンボがない。いやいやきついよ。クマ追いかけれ、なぞい逃げれ、おかわり失敗。さあどうしよう。 3G 声も届かない、どうしよう。さあでも回そう、ワンちゃんの4でこれは逃げ、ワンちゃん呼ぶで。さあもうワンちゃん欲しい、相打ち、相打ちがタオカカの方がダメージ勝ちとかで、ね、あーおかわり、どうしよう。そしてダンシングダンスシーン、こんなん警戒できません。ワンコン残念や。そしてダンを拾ってここまで。さあこういうゲームです、皆さんお気づきになられましたでしょうか。こういうゲームで勝ったのはイダイオマトイ、3位がイダイオ。第14回ランキングバトル決勝戦、ズール VS エスケ。エスケは家庭用 PS3 勢なので、革命機やったら切れているという、そんな情報があるんですが、ここに来て決勝が革命というね。さてエスケ、もちろん白目が松だけ。サンボート2600円、ボランテだからここに至らず、待っていてもカルル側はやることがない。チャンスを伺いながらどっかで切り込んでいくしかない。このカード一方、白目はリーチが長い、リーチが長いし寄ったら当て身はあるしで、ね、めんどくさい。でも行くしかない、行くしかないです。お姉ちゃん僕に力を、あーごめん、ジャンプ B からの4本も、さてまだ捕まえればワンチャンあるんですが、クールベー綺麗に先制を巻きます。クールベーボロッボロッて、しかしここで画面足のワンコン、もうワンコン積んで、ここは電波、電波で脱出するズルだな、カウンター、うわーここに来てお姉ちゃんが、お姉ちゃんがレッドゾーン。でもワンヒット、ワンチャンあるか、あるような匂いがしてきた。ふっくり回したらいった、あーでも早すぎた、下段逆転、逆転、逆転してる。まず一本選手エスケ。第2ラウンド、これこれこれ、こういう展開いいよね。第1ラウンド必死の逆転に成功したエスケ、バースト優位の2本目で肩をつけないが、
ゆっくり行く。ズールは無理をしない。まずは牽制を巻いて、ゆっくり行け。ジャンプシー、やっぱりエースケ捨て敗者実装するべきじゃね。いやほんまに、ほんま強いかな、とほど失敗しちゃった。俺と一緒に捨て敗ジャンプ作ろうね、みんな。ジャンプ B、一応呼んできたが無理はしない。ホタル怖いもんね、届かない。ノーマルジャンプ、一旦見ますね。逆に逃げる。はぁ、さて、減りすぎですが、まあ問題ありません。5点狙いです。さて、なんかこれだ。あ、あれ、ワンチャン欲しい。クリオから、クラゲ通る。うー、難しすぎる。この位置は難しい。ゲランだけ、これは、おっと、ここでタクを取れ。ガープじゃなくてタクを取ってった。ギリギリやだ。あー、心に当たってみたら痛い。お姉ちゃん、レッドゾーン、ジャブリゲータル、最大最大、キラリグレッド残ったよ。バースト、ダイブがない、ダイブがない。あー、残念、勝ったのはエースケ。というわけで、勝ったのはエースケ・カルで、今回の優勝はエースケとなります。まったりと拍手。